任せてくれ。中央塔の前にボスがいる。あれがこのフィールドの最終ボス。うん、あの雰囲気間違いなさそうね。塔のランプが全部消えてる。あれって前に会ったプレイヤーが話していたボスへのエネルギー配給を表したものよね。今ならかなり弱体化してるわね。チャンスよ。そうだな、戦うか。みんな、ボスに挑むぞ。オッケー、キリト君。俺っちも準備 OK だぞ。こいつを倒せば、次のフィールドに進めるのかな。きっとそうだ。シャムロックよりも先に倒すぞ。これならどうだ。
見事です。すごいです、やりましたね。やった、とうとう裏世界のボスを倒したね。さすがに手強かったな。けどきっと俺たちが一番目の討伐者だ。すみませんパパ、パパたちはこのボスを2番目に倒したパーティーのようです。ということは一番はシャムロックだと考えるのが自然ね。先を越されたか。先に進むほどゲームの難易度は上がっていくし、まだまだ追いつけるよ。あ、あれ、中央島の様子が。もしかしてこの中央島が最終ダンジョン？ああ、そうみたいだな。裏世界の真相部に入っていくんだね。こっちは準備完了だよ。これから俺たちはおそらく最終ダンジョンに突入する。場所は裏世界の真相部、闇のユグドラシルです。これまで倒してきたモンスターたちをさらに超える強さの奴らが控えてるって話だけど、本当に今の私たちで攻略できるのかしら。正直な話、クエストを達成できる確率はそんなに高くないかもしれないね。でも行くしかないよ。このままだとシャムロックに先を越されちゃうよ。俺もできればクラスタの一人として行きたかったな。ちょっとクライン、本気で言ってるの？いやいや、冗談だって。クライン、お前には申し訳ないけどさ、俺たちは人数だとシャムロックに全然勝てないだろ。だからこっちに協力してくれよ。これまで戦ってきた仲間だろ。ん？おう、大丈夫だ、任せとけ。そこまで言われてお前らに協力しないわけねえだろ。俺がお前らを裏切るわけねえっつの。単純なやつ、助かるけど。リズさん、聞こえちゃいますよ。ん？なんだ？いや、なんでもないわよ。さあ、そろそろ行こうよ。そうだな、よし、みんな、用意はいいか？行くぞ。ああ、ついにたどり着いたわね、この旅の最終地点。慎重にと言いたいけれど、そうも言ってられないのよね、キリト。ああ、シャムロックの状況が気になるんだ。攻略を急ごう。てい！任せてくれ。やっ！
せてくれ。手強くなってきたね。ああ、さすが最終エリアというだけはある。みんな、大丈夫か？うん、なんとか。ここらの敵の強さって相当なものなのに、みんな強いよね。レインだってかなりのものじゃないか。私はそんなことないよ。頼りにしてるよ。俺も頼りにしてるからな、レイン。このエリアの攻略にはお前の力が必要なんだ。うん、分かったよ。ありがとう、キリト君。この部屋、怪しそうだね。ボス部屋みてえだな。どうする？このまま進もう。 OK、 行くぜ。ここに倒れてる人たちや、二面ライト化してる人たちって、セブンクラスターの奴らだな。 HP がギリギリ残っているのもいるけど、ゲージが尽きるのも時間の問題だな。あなたたち、大丈夫？今、回復魔法を。アスナちゃん、その人、きっともう間に合わないよ。俺たちはセブンを助けるんだ。セブンちゃんのためにラストダンジョンの攻略を。あんたたちはそこまでしてセブンのこと。当たり前だ。俺たちの女神、俺たちはあの子のためなら。あっちにもエンドフレーム化してる人たちがたくさん。そもそも一体どんな敵がいたらこんなひどい状況になるんだろう。彼らがここまでやられるなんて、
ただ強い敵と戦っただけじゃないよね。きっと相当数の敵が。ああ、クラステやシャムロックは相当なプレイヤーの数が集まっていたはずだから、それがこれだけの壊滅状態になるなんて大軍が現れたとしか考えられないな。そんなのゲームバランス崩壊してるんじゃ。どうしよう、一度引き返す。先に進もう、キリト君。きっとシャムロックのトップランカーたちがもっと先に行っているはずだから。ああ、早く行こう。てい、任せてくれ。私がシャムロックをやっつけたのかな。私たちで勝てるかしら。こいつがシャムロックを倒したかどうかはわからないが、倒さないと先には進めない。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ、絶対勝つわよ。さすがです。
ナーが切れたのか。これならどうだ。ここならが勝負だな。パパ、敵の体力が少しです。これを使うか。いたぞ、キリト。待っていた？どういう意味だ？それにプレイヤーとしては弱いセブンをどうしてここに連れてきてるんだ？この攻略だけはセブンが来なくてはならない。それだけだ。私も本当は怖いんだけど、なんせ ALO で行いたかった実験の最終段階だからね。実験？最終段階？私たちはクラウドブレインをここで実現してみせるの。クラウドブレイン？その話をするためセブンはここで貴様たちを待っていたのだ。せめてもの償いにな。償い？以前あるクラスタがお前たちのクエスト達成を不当なやり方で奪い取っただろう。あれは本来俺たちシャムロックが提唱するプレイスタイルではない。だからその詫びのつもりだ。あんたも変なところで律儀というか、プレイヤーとしての尊厳を守ろうとするんだ。それで償いとして私たちはあなたたちからどんな話を聞けるのかしら。別に私たち隠してるわけでも悪いことしてるつもりでもないから、真実を言えばキリト君たちもきっと協力してくれるはずだよ。仲間はたくさんいてくれた方がいいからね。それはこんな戦場のど真ん中で話す内容なのか。そうね。この一帯は攻略が終わったから、次はここから始められるんだっけ。ああ、このポイントから再開可能だが、同時に他のプレイヤーにも可能となる。いいよそれでも。だってもうこの付近をまともに歩けるプレイヤーなんていないでしょ。シャムロックとキリト君たち以外は。そうだな。じゃあマスターのお店に戻ろうよ。そこで全部お話ししてあげるから。わかった、俺たちを戻ろう。倒したけど扉が開かないね。おそらくセブンとスメラギが知っているんだろうな。確かエギルさんの店で会おうって言ってたよね。ボス倒した、おそらく確か、はい、任せてくれ。